カリフォルニア州セコイア国有林のシエラネバダ山脈役プエルトリコにあるエルユンカ国有林のネッタ有林オレゴン州フット山国有林ペンシルベニア州アルゲニー国有林アメリカ合衆国国有林はアメリカ合衆国における連邦政府の管轄する自然保護地区の一種国有林はその大部分が森林や樹海であり農務省の傘下にある林野庁によって管理されている 国有林制度はベンジャミン・ハリソン政権時1891年の土地利用法によって制定された。サンガブリエル山脈の乱開発で被害を受けたロサンゼルス地域の実業家や地主の主張によって実現したもの。アボット・キニーやセオドア・ルケンズが当時の中心人物だった。アメリカ合衆国には現在155の国有林で1億9000万エーカーの 土地を占めている。これは合衆国の面積全体の8.5%に当たりテキサス州の面積とほぼ同等である。国有林の約87%はミシシッピ川合聖のアメリカ西部にあり、全体の国有林全体の12%がアラスカ州にある。林野町は国有林と合わせて国有草原と国立保養地を管理している。 国有林には大きく分けて2種類が存在する。About Us Meet the Forest Service U.S. Forest Service 2013年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年10月22日閲覧。GoTe, Ross W, Cody, Betsy A The Forest Service Bureau of Land Management ヒストリーアナリシス・オブ・マージャー・プリポゼルズコングレッショナル・リサーチ・サービス・リポーツ・フォー・コングレスオリジナルのフェブラリー21-2013時点におけるアーカイブ https://www.webcitation.org/.6earfzjs1 url="http"="cni.org"="nle"="crsreports"="forest"="for-15.cfm2012 年10月22日閲覧ありがとうございます。